彼はあなたと別れたことをとても後悔しているかもしれません。こんにちは、おがけんです。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが LINE アット公式 LINE でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが貼ってあります。合わせてご登録ください。男性が別れた女性のことを思い出し、なぜ別れてしまったのか、なぜ彼女を手放してしまったのか、そう後悔してしまうことがある。そして男性にそう後悔させる女性はいるんです。今日はその特徴、代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。実際にね、別れそうになってしまった男性が、ちょっと待ってくれと、別れないでくれよということで、不安や心配になっている時にはね、どんな態度や行動を見せるかという話はね、こういう動画で先日ご紹介させていただいたんです。こちら画像が出ていて、こちらにリンク先が出ています。この動画に限らず、他の動画でもね、いくつか関連する動画をご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいてね、合わせてご覧になっていただければいいんだが、今日は、実際にね、別れてしまった後に、いや本当になんて俺はバカなんだ、なんて俺は大切な女性を手放してしまったのかと、思ってしまうような理由、そしてその女性の特徴ということで7ついきたいと思っています。もちろんここでご紹介差し上げる話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、こちらからホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みくださいませ。ということで今日は別れたことを後悔する女性の特徴ということで7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、今がね輝いている方ですよね。そりゃそうですよね。今がね、本当にこう、不幸で不幸までいかないにしてもね、ちょっとこうね、あんまり輝いていないというか、ちょっと落ち込んでいてね、なんかあんまり幸せじゃないわ、ね、なんか世の中に対して不平不満を言い、誰かの悪口を言い、なんかね日常がただただ悶々としている、そういう人であるならば、それは多分お友達同士でもね、同性同士でもそうだと思うんですけど、あ、距離開けてよかったなっていうふうに、思ってしまうじゃないですか。逆にね、ちょっと離れたところから見た時に、なんかあそこだけ輝いているぞ、あ、なんか昔付き合ってた女じゃないか、あ、元カノじゃないか、なんであんな眩しいんだっていうふうにね、こう思ってしまう。常にね、自分の生き方や考え方に対して前向きで、そして新しいことにチャレンジをし、そして誰かに愛され、誰かを愛せる、そんな心の状態にいる女性を見れば、それは誰だってね好きになるじゃないですか。しかもそれは自分のね昔の彼女でしたとか、自分の昔の嫁さんでした、それが今ここでこんなに輝いて、いや、なんてもったいないことしたんかなというふうに、思ってしまうことありますよね。どうしてもね、人と人近づいてしまうと、その価値っていうのがね、分かんなくなってしまうことがある。そのありがたみがね、忘れてしまいがちになってしまうことがある。でもちょっと離れてみた時に、本当に自分にとって大事な存在だったんだなって、その時にね、気づくとか、それはあなたもあると思うんですよね。別れてから、あの男、本当は実はいい男だったとかね、あの人と結婚しなきゃよかったとかね、なんだ、元亭主、本当はね、すっごいクズだと思ってたんだけど、実はいいやつだったんじゃないかなんていうことを、離れてから分かってしまうことってありますよね。それは男の人も同じで、離れてね、いつまでもそれについて、ああでもない、こうでもないと言ってるというよりは、今、現時点でも常にね、気持ち切り替えて前に向かっていて、輝いている女性を見ると、失敗した、後悔しかないと、彼は思ってしまうので、彼をね後悔させたいなと思うのであるならば、まず今ね、あなたが、今もね十分に輝いていると思うんですが、よりね輝きを、強いね、光を放てるように、頑張っていただくと、彼はますます後悔していくと、そんなお話でした。さあ、そして2番目はこちらです。はい、これはしょうもないですよね。2人に原因のないね、別れによって別れてしまった場合というのは、この場合の後悔っていろいろあって、どうしようもないからね、しょうがないよねっていうこの納得感もあるじゃないですか。例えばね、住むところがそれぞれね、変わってしまうというか、すごく遠距離になってしまう、一方が海外に行ってしまう、じゃあお付き合いできないねとか、もしくはどうなんでしょうかね、
まあ、お家の都合というかお家の都合でね、まあ、ちょっと家柄がとかね、まあ、そういうこともあって、まあ、どうしても一緒になることは難しいっていうことがあるかもしれないし、まあ、金銭的な事情ということがあるかもしれないし、まあ、それこそね、まあ、例えば一方が結婚してらっしゃってとかね、まあ、そういう事情があって、まあ、どっかでね終わりにしなければいけないなっていうことで終わってしまうこともある、まあ、例えばね、まあ、不倫の場合であればね、まあ、だからこそね、どっかで終わりは必ず来るわけで、その終わりが来るまではね、お互いちゃんと満ち足りた時間にした方がいいんじゃないですかっていう話は、こういうお話の中でね、まあ、不倫絡みの話についてはこちらでご紹介差し上げてます。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク出てるんでね、まあ、この辺りを参考にしていただければいいんだが、まあ、不倫じゃないにしてもやっぱりこうね、理不尽な理由で別れてしまうと、まあ、納得もできるんだけど一方で納得もできない、あの時に本当にねそれは乗り越えることはできなかったのか、本当は自分がこういうふうにすればできたんじゃないか、そうすれば彼女を手に入れることができたんじゃないかというね、まあそういう後悔ってね、やっぱりいつまでも残ってしまう。そしてその問題がね、年を重ねて時間が経って解決していきました。今だったらいけるぞ。しかし今だったらもうね、お相手の気持ちはこっちにないし、もうそれこそね、会うかどうかも分かんない。まあそうなってくるとね、ますます後悔が、ああやっぱりあの時あの瞬間がということで、まああなたのことを思い出してしまうことというのは、まあこれもね、まあ男女に関わらず、まあ理不尽な何かしらの理由でね、手に入れられそうだったものが手に入らないと、まあそれってね、後悔として心に残ってしまうことがありますよねというお話です。さあ、そして3番目はこちらです。はい。まあ、一方的にね振られてしまった場合は、まあそりゃそうだわねという話ですね。まあ2番目の話についてはね、まあお互いが合意の上でではあるんだが、まあここで言うね3番目はもう完全に合意なし、完全に彼が振られた捨てられた、まあその状況になれば、まあなんだかよく分かってない、納得全くできないんでね、自分が今まで好きだ、彼女も自分のこと好きだと思ってくれている、しかしその好きだと思っている気持ちがこれまでは返ってきたものがある日突然返ってこなくなってくる、今まではそこにいた人がいきなりいなくなる、気持ちのね持っていきどころがなくなる、心の落ち着きどころがなくなってしまう、だからフラフラしてしまう、これ一体何なんだ、あれやっぱり彼女がいないと困るよね、そして俺が何が悪かったのかなとかね、いや彼女はこういうふうにあんたのこういうとこあかんのだって言われたけど、いやでも俺そんなこと思ってないし、俺はこういうふうに改善していったつもりだし、それ一体何なんだ、まあそこもねやっぱりいまいち納得いかない、だから振られた側っていうのは、まあ、振られた側でね納得して振られる人ってあんまりいないと思うんですよね。あなたもね、振られた時に、まあ、お相手がいろいろ理由言うかもしれないけど、でもそれに納得することって絶対ないじゃないですか、振られる側だからね、そして振る側っていうのはある程度自分でね心の準備を整えて、次に向けてね気持ちも切り替えて、あとは彼をどうやってお別れしようかなとかね、彼女とどうやってお別れしようかなっていうことを考えながらそれを伝えられるから、もう整理ついてるんですよね。しかし振られる側はね全く整理ついていない、晴天の霹靂、あれこれ理由を言われてもいまいちピンとこないし、なんだかよくわかんないし、そしてね今まで思っていた思いがいきなりパーンって切られる、いや何なんだということで、まあそのこと自体をね、まあ、後悔するというか、いつまでも時間が経ってもまあお相手のことをね忘れないというか、まあ自分がね何かいけなかったことがあったんじゃないかとか、こういうことができたんじゃないかという後悔として残ると、まあなので、まあ彼に後悔させたければ、まあ、あなたの方から振ってやれっていうのもあるんですけど、まあ別にわざわざねそんなことする必要もないんだが、まあ一応心の動きとしてはね、振られた側というのは大概後悔すると、振る側はねもう本当に無慈悲に記憶からさえなくしてしまうというね、まあ、大体みんなそんなもんですからね、振られる時はね大騒ぎするくせにね、振る時はカジュアルみたいなね、まあそんな感じなので、振られた側は大変よねいつもという話です。さあ、そして4番目はこちらです。はい、まあ、2人でねやろうと思っていたことがやれていなかった時は、まあ、これは後悔するし、まあ、ちょっと残念な気持ちになったりしますよね。まあ、別れ方としてね、今まで言ったように、まあ、お互いがね、まあ、お互いにとって納得をしながらも理不尽に別れてしまう場合とか、一方がね振られてしまう場合ってあるんだが、それ以外にもねやっぱりこう別れてしまった時に、どんな別れ方であろうともね、彼女とこういうことやっていきたいなと思っていたことができなかった。まあ二人でそれは山登り行こうねとか、まあお家建てようねとかね、まあ二人でそれこそなんかね、ミュージシャンとしてメジャーデビューしようぜとかね、まあ何だっていいんです。何かしらこう目標が、願望があって、そしてそれをね、よりどころにして生きていた人にとって、それがね、できない。あれっていう、なんかね、こう自分の夢とか目標とかそういったものも合わせてね、削り取られた気分。まあもちろんね、彼女と一緒じゃなきゃダメか
一緒じゃないとできないことなのかってそんなこと全然ないんだけど、でも彼女がいるという前提でね考えていたことが、まあ、できなくなってしまう。そんな夢は目標というね大げさなものじゃなかったとしても、まあ、来年にはね、まあ、どっか遊園地ディズニーランドとかね、まあ、USJ みたいなとこ行こうぜとか、まあ、海外旅行行こうぜみたいなことを、まあ、考えていて、それをねちょっとこうイメージしていたものがパーンって切られてしまうと、いやなんか行きたかったな、いやすごく残念だな、いやなんかこの部分がなんかすごく満ち足りてない気分になるよね、なんかやっぱり彼女と行きたかったなということで、あなたのことを忘れないというか、あなたと別れてしまったことをね、まあ、後悔する。だからそういう意味ではあなたと別れたことを後悔するというよりは、それができなかったことに対する後悔の方が実はね大きかったりするんですよね。これ実は男女逆にしても同じお話でね、彼がいなくなって寂しいじゃなくて、彼とこういう体験ができたであろう自分を実現できなくて寂しいっていうのが、まあ、実は本当のところだったりすることもあるというお話です。さあそして5番目はこちらですね。はい、負担がね、増える時です。まあ、これは社会生活を営んでいきながら、あなたの存在が彼の生き方の中にねある程度こう組み込まれていた時に、それがポーンとなくなっていくと、まあ、彼の負担っていうのは増えるわけじゃないですか。まあ、例えばですよ、まあ、2人で住んでいました、まあそうね、家賃を2人で折半してましたと、まあ、いう時にあなたが出て行っちゃいましたって言ったら、実質的にねその分の家賃が彼にのしかかるわけだから、まあ、彼にとってみれば負担が大きい、まあ、もしくはあなたが出て行った分自分もね引っ越しして他に出ていかなきゃいけない、引っ越し代とか労力もかかるっていうこともあるかもしれないし、例えばお仕事でもね、例えばまあねご主人が社長であなたが経理かなんかをやってますと、まあ営業でもいいや、一人がねいなくなってしまいましたと、まあ、そうすると経理とか営業も自分でやんなきゃいけないかっていう話になって、ああやっぱりいてくれればよかったなとかね、ああ彼女がいなくなったおかげで負担がこんだけ増えたというように、まあ、考えてしまうことがある。まあ、この場合の負担というのは今みたいな実利的な問題でもあるんだが、まあ、それ以外にもね、こう家帰って、お話しできるお相手がいなくなりましたとか、まあ、ちょっとこう迷った時に相談をしたりとか、まあなんかね、こう甘えさせてくれる人とか、まあ、そういう存在がなくなった、自分にとって心のね、よりどころみたいなものがなくなったことに対する、まあ、後悔というのもあったりするので、まあ、そういう意味ではね、まあある程度こう彼との生活の中で、お互いがね相互にこう負担をし合うような関係ができていると、まあその中であなたがいなくなった時、彼はねそれを負担に感じて後悔をするというお話でした。さあそして6番目はこちらです。はい、まあこれはもう完全に彼の問題ですね。現状に問題がある場合、現状に不満がある時ですよね。これは人は誰でもそうなんですが、これ実はあなたもそうなんですよね。過去のことを思い出してそれについてねグダグダ言ってる時っていうのは、まあ、大概ね今うまくいってない時なんですよね。一番目にも言いました、今輝いてる人っていうのは未来に対してね思考が向いていて、そして今誰かを愛することができていて、そして今誰かに愛されている。だから一番目に見たいね、今輝いて見えるんです。一方で今がねいまいちうまくいっていない、何やってもどうもパッとしないというかね、気分も優れないし、誰かから愛されてる実感もない、誰かを愛せるような自信もない、あなんでこうなってしまったのかな、あ彼女がいないからだ、やっぱり俺にとっては彼女なんだみたいなね、ふうに考えてしまうことがある。それはあなたもどうもなんで彼のことばっかり思い出してしまうのか、なぜ彼に執着をしてしまうのか、まあ、そう考えてる時ってさ、大概ね今が本当に死ぬほど楽しい時かって言うとそうでもなくて、今がなんかこのモヤモヤ感とかね不安感とか心配とか、なんかこう誰かに愛されてる実感みたいなものはないな、やっぱり私にとっては彼しかいないんだみたいなね、今の不満を過去にぶつけてるだけだったりすることが、まあ、少なくなかったりするんです。だからまあね、男の人が大概ねこう昔の彼女に声をかけたりとか、ちょいちょい連絡をしてみたりとかね、そういう時っていうのは大概今の状況にうまくいっていないというか、まあ、今の問題から目を背けたくて、そこにねその原因を過去に見出しながら、過去の自分にね楽しかった時の自分に戻りたくて、まあ、そういうことをしてしまったり、過去の女性を思い出してしまったり、それをね後悔してしまったりすることがある。まあ、だからこそ過去はね手放した方がいいというお話はね、こういうお話の中でも先日ご紹介させてあげたことがあると思います。こちらにね、画像出てるんで、まあ、このあたりご覧になっていただくといいと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク出てますから、まあ、関連する動画はね、まあ、この執着を手放す絡みの話ってね、いつまでいくつも差し上げてるんで、まあ、そちらも合わせてご覧になっていただければいいんだけど、とにかくね今がうまくいっていない、だから
思い出すんです。だからもしあなたがね彼に対してアプローチもう一度したいな、彼と過去ねお別れをしてしまってもう一回ちょっとこっち向いてもらえないかなと思ってる時っていうのは、状況とかねお相手の性格にもよりますよ、まあ今うまくいっていない時とかね、まあ、そういう時に声かけてあげていただくとこっち向く可能性があるんだけど、でも今うまくいっていない人にさあなたが声かけたいかって言ったらね、まあそういうこともないと思うんで、まあそこはねちょっと難しい問題かなとは思いますが、一応ご参考までということでした。さあそして最後の7番目です。はい、まあここまでいろいろ言ったんですけど、でもね結局これなんですね。はい、過去に付き合った女のことはね大体覚えてるし、過去に付き合った女と別れたことは大概ね後悔してしまうんです。女の人は多くの場合ですよ、みんながみんなそうじゃないですよ、女の人はいわゆる上書き保存というやつで、他の人をね好きになって他の人とまた新しい人生を歩み始めたら過去のことってどうでもよくなってしまうじゃないですか。あなたもねこれまでも、ね、こんだけいい男がおってこの人以外の人はいないよねと言いながら、次の人ができた瞬間にね、前の人のことは記憶のどっかに飛んでいく、あれ名前忘れちゃった誰だっけあの人みたいなね、まあ本当に無慈悲に消してなくしてしまうのは女の人。まあなんでそうなのかっていうのはちゃんと理由もあるんですけど、まあそれはねちょっと話長いんで置いといて、一方で男の人はちょっとでもね関わった女性のことは大概忘れないんですよね。ちょっとでも関わって、まあお付き合いをしましたっていうと、男にとってはずっとね未来永劫自分の女なんです。ね、まあ、女性から見るとねふざけんなっていうふうに思われる方いると思うんですが、心情的にはですよ、心情的にはそういう態度で接するわけじゃないけど、でも心情的にはねやっぱりそういう思いがある。しかしその人がもういない、あれおかしいな、俺の女のはずだったのに、あれ彼女俺のこと好きだったはずなのにいないぞ、おかしいな、なんていうことで、まあ、常に考えて常に別れた女性のことを思い出し、そしてその別れたこと自体をね後悔しているんです。よっぽどね本当になんか過去をね好調を持っておかげ回されたとかさ、まあ、そういうことされたらもう本当に記憶の彼方にね消し去りたいことはあるとは思うんですけど、まあでもそれはそれでね印象深くて覚えてるかもしれませんが、ただねそうじゃなければ、まあ形はどうであれお付き合いをして、形はどうであれお別れした女性のことというのは大概ね覚えてるんです。そして大概別れたことを後悔してるんです。それがいいか悪いかっていう話じゃないですよ、そういうもんだっていう話なので、だからこそ彼はね未だにあなたのことは覚えているし、あなたが彼のことをすっかり忘れることがあってもね、彼はあなたのことを忘れることはない。それがいいか悪いかは関係なくですよ、繰り返しますけど、なので、ねまあ、彼の心に何か爪痕を残したいなというふうに、思うことがあったならば、もう残してるから大丈夫だと、まあ、いうそんなお話です。さあということで、全7項目をご紹介をさせていただきました。ある部分ではね、男女関係なく、まあ、人は誰でも同じであるというようなお話を差し上げましたが、まあ、特にね7番目でお話し差し上げたように、まあ、男の人というのは、まあ、大概ね関わった女性のことは覚えているし、別れたことをそのものをね、まあ、後悔することが多かったりしますよねということ、じゃあね、まあ、そういう男性に振り回されない心をね、まあ、あなた自身もね過去に執着しないで、まあ、とっとと手放してどうやって未来を築いていくか、そのためにどうやって心のスイッチ切り替えていけばいいかみたいなね、そのあたりの話はこういうセミナーなんかでね詳しくご紹介もさせていただいています。こちらに画像出ていますが、日程場所はね下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出てるんでね、まあ、このあたり日程場所をご確認いただいてご都合よければ、まあ、こちらにお越しいただくとね、まあ、より詳しい お話ご紹介させていただくことができると思います。近々だと、大阪福岡あたりにね伺おうと思ってるんで、まあ、こちらにお越しいただくとして、まあ、それはそれとしてもね、今ご紹介差し上げたようなことで、まあ、男性というのは、まあ、男性に限らずですけどね、まあ、別れたお相手に対して後悔するときっていうのは、まあ、大体こんなもんだと、そんなお話なので、7番目にね特に言ったように彼はあなたと別れたことはね大概後悔していることが多かったりするから、まあ、それはそれでね、まあ、満足しろとか納得しろっていうことではないんだが、まあ、爪痕はちゃんと残してますよと、そんなお話でした。参考にしていただけるようなことがあれば参考にしてみてください。現場からは以上です。